キリロム工科大学は、コンポンスプー州キリロム国立公園、V キリロムパインリゾートに本部を置くカンボジアの私立大学である。2014年に設置された。大学の略称はキット。キリロム工科大学は、カンボジアのキリロム国立公園に2014年に、いつかたけしによって創設された IT が強みの難関大学である。創設当初は、カンボジア人学生のみだったが、 2018年から日本人学生も受け入れている。大学の運営母体会社 A2A が周辺敷地を政府と契約をしている。現在の日本の大学教育ではビジネスが必要とする優秀なエンジニアがなかなか生まれないことが創立の背景にある。優秀なエンジニアの定義を英語と IT がビジネスレベルで企業化精神を持ち合わせているとし、カリキュラムは選択と集中。 そして自律的な学びを意識して組まれている。さらに近年の大学費用の高騰を危惧し、優秀だけれどもお金がなく大学に通えない学生にも世界で活躍できるチャンスの場としても創立されている。国立公園の中で標高600メートルに位置しているため、大学の周辺は大自然に囲まれている。カンボジアの首都プノンペンからは約二時間半のところに位置している。 カリキュラムの大半はインターンシップとなっており、大学のスポンサー企業からの案件や自分たちで世に出すプロダクトを作成している。2012年にシリアルアントレプレナーいつか、たけしによってカンボジア政府と契約を結ぶ。2014年にカンボジア人の第一期生を募集し、25人のカンボジア人学生が入学。 2015年から2017年までは25から30人の入学者を受け入れる。2018年の初卒業生の7割が日本の成長 it 企業からスポンサーを獲得し入社。カンボジア人入学者数がそれまでの約4倍の105人になる。また、日本人学生の入学もはじめ8人が在学。2019年4月から 国際ホスピタリティ系学科を新しく設立。カンボジア人10人と日本人17人が入学。学科付属機関。ありがとうございます。